皆さんこんにちは。女性初のプロクライマー、元 NHK 講師の小川先生です。はい、このチャンネルではトップ選手の登りの解説や皆様からご依頼いただいたオンラインレッスンの公開をしております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは今日も行ってみよう。こんにちは、小川先生です。ムーブとムーブにスピード感とキレがある登りが伺えました。また、逆足などバランスが悪いムーブで思いっきりが非常によく、迷いが少なくサバサバとした動きが良かったです。レベルアップのために改善点は3つ。特に岩場の小さいフットでの立ち込みや乗り込みなどで足が震えてしまっている場面が多く見受けられました。親指でしっかり乗せる力と足裏底筋の強化をまずは測っていきましょう。まずは親指の力というところで、大きいフットなどをつま先を上げて踏んでいる場面がよく見受けられました。大きいフットもしっかりと親指からつま先で乗る意識をして、普段の練習から親指の力を養っていきましょう。また足裏底筋のトレーニングと親指のトレーニングでタオルにぎにぎをしたり、太めのゴムを使ってしっかりと足のアーチを作る練習をしていきましょう。また無呼吸になって力んでしまうことで震えることがあるので、こういったロングピロピロなど呼吸の練習もしておきましょう。親指と足裏底筋の強化、また無呼吸にならないように気をつけることで、こういった課題も楽に登れるようになりますよ。次に少しせーのといく場面で落ちそうになりながら取っているので、もう少し体を壁に引き寄せるデッドポイントをやってみましょう。またたわみをつけないで固まったまま出してしまうこともあるので、こういった場合もしっかりと壁の方に引き寄せるたわみをつけてデッドポイントをしてみましょう。壁にしっかりと引き寄せて取る、壁にしっかりと引き寄せてから取る、水壁などで片腕クライミングをすると分かりやすいですよ。最後に小指だけ浮いてしまう場面が多かったです。親指がしっかりと使えているのに小指だけ浮いてしまったりする場面が岩場でも見受けられました。また小指だけ他の指から離れてしまっていたりと、これだと手のひらが丸まらず手のひらの力が入っていません。小指も他の指としっかりと揃えて指の隙間をなくしましょう。また小指は下げて手のひらが丸まるように保持してみましょう。頑張ってみてください。ここからはアフタートークの時間になります。60秒レッスンでは補いきれなかった内容をもっと深掘りしていきます。またこのようなオンラインレッスンを有料にて行っております。ご興味のある方は概要欄の URL でお申し込みください。それでは今回のご依頼主様をもう一度見ていきましょう。はい。さて今回のご依頼主様は非常にムーブとムーブにキレがあるなっていうのが第一印象でした。でスピード感とかね、非常にあると思いましたね。あんまりねこう迷いのある動きっていうのが非常に少なくって、なんて言うんでしょうね、すっきりとした動きと言ったらいいんでしょうかね。すごくキレのある動きだなと思いました。そしてですね、逆足とかですね、逆足の場面とかはね、すごい思いっきりがいいなっていうのが印象にありました。でなんかこうやっぱね、逆足ってねバランス悪いし力使うしね、嫌な動きなんですよね。でもそこもねすごい迷いもなく、すっごいサバサバと、サバサバっつったらなんか他に言葉が思いつかなかったんですけども、そんな感じ印象を受けました。もしかしてねご性格も意外とサバサバされてたりするのかな、姉御肌のご依頼主様だったりするのかなとかって思いながらちょっと拝見しておりました。違ってたらすいません。はい、で今回はお悩みも特にありませんでしたので、レベルアップのためにお伝えしておきます。1つ目はですね、岩場の場面でよくあったんですけれども、ちょっとね小さなフット足場とかでね震えがだいぶ目立ったなという感じがしました。なんか親指のこの力強さとかね、足裏底筋のアーチ具合っていうのがまだまだちょっと弱いなっていう印象がありました。踏んでいる場面を見ますと。ですのでちょっと震えが、足裏がちょっと弱くて震えてるのかなっていう感じが見受けられたので、そこをちょっと強化するのと、あとはまあ最後に付け加えましたけども、意外とねこうって無呼吸になってると力みが入っちゃって触れることもよくあるので、ちょっとね呼吸を意識してもらう、ちゃんと吸って吐いてって、うーんってならないってことですね。そこをちょっと意識してもらうと、だいぶこの震えがなくなるだけでもっともっとね小さなフットもね踏めるようになりますし、小さなフットですごく立ち込めるようになると思うんですね。でまあ普段の練習のインドアを見ると大きなフットホールドの時にこれつま先がねあんまり乗ってないの分かりますかね。土踏まずまではいかないんですけれどもなんかこう足の親指であまり乗れてないというか乗ってない場面が特に傾斜のある壁とか大きなフットとかでね見受けられましたね。意外とね水壁スラブ系はしっかりとね足で親指で踏んでたんですけどもちょっとね傾斜が強くなって大きなフットになると突然なんか親指で乗せなくなってしまっている場面がちょっと多く見受けられましたのでこういうところからしっかりと親指を意識して使うっていうところを普段の練習からまずは親指を鍛えるという意味でも乗せてもらったらなと思います。これ、松藤アノン選手なんですけれども強傾斜で意外と大きなフットでもしっかりと親指で乗せているのがわかるかと思います。もう一つ上のもっともっと大きいフットに乗りますけどもうしっかりとね親指でグリグリっとこう乗せてますよね。こういったところからしっかりと親指を使っていくっていうことで親指鍛えられますのでやってみてください。あとはお家でできるトレーニングとしては足裏底筋の強化ということでタオルにぎにぎですね。これも本当に歯磨きしながらでもできますからオフィスとかでもね、できると思いますのでお仕事の時とかやってみてください。あとはちょっと100均なんですけど100均でこのね結構太めのゴム売ってるんですよ。でこれね便利でしてこの太めのゴムを足にくるくるとこう巻きつけてギューっと下ろしてあげる。これで結構足裏底筋の鍛えにもなりますのでこれをやってもらう。特にね登る前にやるといいと思いますよ。このゴムだったら岩場とかにも持ってけますので是非ちょっと持ってってやってみてください登る前に。あとその無呼吸に、ね、なってしまうことで震えるっていうこともありますのでこういったねロングピロピロっていうのがあります。なんか腹式呼吸のグッズって結構ね Amazon とかで、見るとこれじゃなくてもいっぱいあるんですけどもこういった感じで呼吸を吸って吐いて吸って吐いてってしっかりとたくさん吸ってたくさん吐ける呼吸にしておくと岩場とかねさっき震える場面のところとかで意外とねこう無呼吸になってることがあるのでうーんってここうーんってなりそうですよね見てても。ですのでそこをしっかりとグッて乗り上がる時に呼吸を吐いて意識してあげる吸って吐いて意識してあげるだけで、酸素がね体に行き渡ると力出るパワーも違ってきますので、ぜひねちょっと呼吸も意識できるような腹式呼吸のちょっとアップをしてからトライするっていうのもこの震えがなくなりますのでぜひやってみてください。で2つ目ですねちょっとねせーのと取りに行く場面でなんかこう落ちそうになりながらおーっと落ちそうだけど取れてるみたいなね感じの場面がちょっと多かったですかね。ここもなんかちょっとギリギリ落ちそうになりながらなんとかこう体幹が揺れながら取ってるっていうところが多くってもう少しね壁に体を引き寄せるデッドポイントをもうちょっと使えるようになるともう少し楽に取れるようになるかなと思います。ここもよいしょっていうね感じでおーっと落ちなかったみたいなね感じになってしまうので大変に、ね、なっちゃいますよね。でここもこういった場面もたわみがなくてギューって固まったまんま手を出してしまう。これもせーのって出してるんですよね。でだいぶ体がちょっとね、揺れすぎちゃうと落ちるモードになるのでなるべくここもギューッと固めて出してしまっているので、はい、なるべくデッドポイントをもう少し使ってみると楽に登れるようになるかなと思います。これも松藤アノン選手です。しっかりとたわみをつけて壁の方に引き寄せる。引き寄せてますよねだいぶね腕の方で。でそのたわみを使って取るとすごくふんわり取れるわけですね。そこまでグラグラって体幹揺れてないですよね。この場面も悪いバランスですけどしっかりとたわみを使って体を壁の方に引き寄せる。そして取りに行くとだいぶふんわりと、しかもそんなに落ちそうじゃなくて結構余裕を持って取りに行けるんですね。でこの感覚がわからない方には、私がよく言ってるのはこの片腕でもう水壁でいいです。これうちのね、ホームの壁が120度なので、なんかちょっと水壁になるように、編集したんですけども、ジムで水壁でやってみると、あ、こうやって壁の方に体を引けばいいのかっていうのが分かりますので、ちょっとウォーミングアップの時などね、やってからトライするといいかなと思います。ウォーミングアップの時にね、体にこうメモリーしておくだけでだいぶ違いますからね、是非やってみてください。で3番目なんですけども、なんかね、小指が浮き気味になっちゃう保持がちょっと気になったかなっていう感じです。で先ほどもそうですけど、ここの場面もそうですね、小指がね浮いちゃってて、このピンチも親指しっかり持ててるのに、なんか小指だけ折りたたまれてるっていうの分かりますかね。なんかすごくもったいないなと思いました。小指までしっかり使えてたらなと思います。でまたこの岩場の場面でも親指使えてるんですけど、まあ、小指もしかして引っかかってるのかもしれないんですけれども、なんか折りたたんでるようにちょっと見えちゃうんですよね。で他の場面も、他の4本はわりかしくっついてても小指だけなんか離れてるっていう感じの保持をされてる場面がちょっと多く見受けられたなと思います。このところもそうですよね。薬指と小指がちょっとだいぶ離れてる感じがしませんかね。親指はしっかり使えてるんですけどね。でこの場面もちょっとピンチ持ちみたいなところで、小指がどんどん離れてっちゃうんですよね。なんか小指に力が入ってない感じがすごくしました。なるべくね、こういったピンチとかスローパーとかもね、指を揃えてほしいですね。隙間空いてないですよね。これ松藤アノン選手ですけど、全部親指以外、親指も揃えてほしいですけども、小指が離れてるってことはないですよね。で最後のこの場面も小指が浮くっていうのはぴょこんと上に浮いてないですよね。ちゃんと下向いて手のひらがアーチになってるっていうか、丸みを帯びているように小指は下げてますよね。もう一回最初のご依頼主様の保持を見ると分かると思います。これ多分小指がぴょこんって浮いちゃってるんですよね。でぴょこんって浮いちゃってるとどうなるかっていうと、手のひらがまっすぐになっちゃいますよね、この保持だと。で手のひらって、一番手の中で一番筋肉がある場所ですよね。指よりも筋肉がある場所、そこを力を入れてない状態になっちゃうんですよね。小指が浮いちゃうってことは手のひらが平らになっちゃうので、皆さんも手のひらまっすぐにすると分かるんですけど、ただ伸ばしているだけで、ここから力入れようと思うと手のひらは丸めないと力が入らないんですよね。お手手のコップみたいな感じに、コップにしないと力が入ってこないので、手のひらをこうくぼめたいんですよね。コップのようにコップぐらいくぼめちゃうとあれですけど、まあくぼめたいんですよ。で小指がね、あと離れちゃうとくぼめないの分かりますかね。手のひらがこんな感じですね。小指がこうやってピコンって浮いちゃうと手のひらってまっすぐになっちゃいますよね。なりがちになっちゃうんですね、まっすぐに。これね、手のひらに全然力が入らないんですよね。で小指を離して手のひらが丸まりがこれくらいなんですけれども、小指をくっつけるとこれだけ手のひらが丸まるんですよね。そうすると力が入ってくるんですよね、保持に。まあ、これはねちょっとすごい極端に私もちょっと手の形を分かりやすくやったんですけれども、要はそういう現象が起きてしまうので、なんかね、手のひらに力強さを感じない保持にご依頼主様ちょっとなってる、今の状態だとねなってる感じですので、小指までねしっかりと意識をして、薬指にくっつけて持つ保持をちょっと意識してやってみると、だいぶねこの保持の力強さ、これ松藤選手全然なんか保持に力強さを感じませんかね。すごく手のひらまで力が入れられてるっていう感じがしますよね。こういった保持ができるようになると、もっと悪いスローパーも持てるようになるし、カチに関してもねしっかりと持てる、指の強さだけじゃないんですよね。カチってやっぱり手のひらの強さっていうのも非常にカチ持ちでも大事になってくるので、どうしてもね小さいホールドって指先だけっていうイメージがありますけども、そうじゃなくて手のひらのいかにこう手のひらをくぼませて手のひらの筋肉もちゃんと小指や指まで伝えていくかっていうのが大事になってきますので、ぜひちょっと意識してやってみてください。それではまた。 SNS で大反響、日本初のボルダリングオンラインレッスンをやっています。名古屋ではオフラインレッスンもやっていますよ。お申し込みは概要欄まで。レッスン生の成果を続々といただいております。 LINE スタンプも好評発売中。ボルダリングギャグが満載です。インスタグラムやノートでは YouTube 未公開のレッスン記事も書いています。フォローしてね。